はい、ザバニアロックンロールレディオクラブ、10月の放送の予定でございます。イエーイ、ね、10月ですね。ね、はい、はい、ね、うん、今月は、10月の2日、珍しく、日本のアーティストを特集してます。RC スタジオ、ね、ラスト、アリステスが10月2日、そして、個人的なもう大ファンで10月の9日が山口美穂さん、村八分とかシアドロスの話をしております。そう、そう、すげえじゃん、すげえじゃん、出ました、はい。そして、10月の16、そして10月の23日がザ・バニラ25周年プラス1ということで、2週にわたってこんなこと知ってるゲスト、そうゲスト、過去の一時期とも言われる、人がゲストで来てますので、なかなか俺らの知らないこと、俺らの知らないこと俺は知ってばいや、もう覚えて、もう覚えてないこととかいろいろやってますので、まあ、それに伴いまして、この10月4日、ね、俺だったね、これですね、はい、来てください、そして今月は募集がありますんで、10月30日はストリートスライダー、こういう感じです。スライダーですね、スライダー、募集しよう、俺のギターとかでしょというわけです、まあ、今週募集ありますんで、まあね、頑張って聞いてください。そのなので、はい、スマイル FM 毎週木曜日24時30分から、サイマル放送ですので、パソコンやスマホで聞いてください。はい、よろしくお願いします。あとこれね、24日25日、はい、というわけで、今週は今月、はい、10月はこんな感じです。